はいさらでございます上司が教えてくれない営業のコツ今日は営業で大切な3つの力ということをテーマでですねお伝えをしていきたいなと思います結構ご相談いただく中でですねその営業として成長するにあたってどんな力を身につければいいですかとかどんな勉強すればいいですかみたいなご相談で結構いただく で,すよでそういった意識を持たれるのはすごく大事なことなんですけどあの何をしたらいいのかっていうのが分からなくなった時に結局何かあのプレゼン力磨いてますとかコミュ力上げるためになんか本読んでますとかなんかそういう勉強になりがちなんですよね。でそれ自体が決して悪いといいとうわけけでではないんですけど それで結構まあ伝えるスキルであったりとか、ね、考えるスキルばっかりを磨いてしまっていて結局は顧客不在営業って結局コミュニケーションの延長だって話をよくさせてもらってるんですけどあの相手がいて初めて成り立つわけですよねなので相手を置き去りにしてしまったまま自分のスキルだけ高めたところであまり意味がないみたいなことも起こってしまうのでじゃあ営業するにあたって何が大事かっていうところからですね今日は考えていきたいなと。 思いますで今お話ししたようにその営業っていうのは必ず相手がいるでもう一個必ずあるものがあるんですとそれが商材なんですよねなので営業という場において必ずあるものという必ず存在するものっていうのは営業である自分自身とでお客さんで商材ですねなのでこの3つなんですよなので営業パーソンがいてお客さんがいて商材があれば 営業っていうのは成立すするわけですよね。その場湘南の場っていうのは。なので営業として力を磨いていきたいなという場合でいけばこの営業とお客さんと商材ってこの3つの力を高めていきましょうということなんですね。で,でこれは具体的にどういうことかっていうとまずじゃ営業として何を高めていくのかみたいなことを考えるとこれはその言語化力なんですよ。結局は自分が言いたいこととか相手が考えていることを言葉にして伝えていかなきゃけ いいけないわけですねでその言葉っていうのはもちろん商談の場で自分が話している言葉もそうですし話す言葉以外でもその「 ボディーランゲージーとか含めたりとから見た目とかも含めた印象も含めてですねそういったものをコントロールしていくなで言葉だけではなくて言葉の印象や解釈までもコントロールをしていくそれを含めて言語化力ですねだ言語化する力なわけですよでそれは言語化していくにあたっては話す言葉だけではなくてテキストのコミュニケーションも含めてですねだメールもそうですし最近で行けばチャットもそうですよねでそれは言語ではちょっとないですけどもスタンプとかも含めて全部そうなわけですよなんでいかに自分の考えていることを思っていることを 伝えるのか、その伝えきるっていうことが大事になっていくるので、まあ、さっきのプレゼン力とかそういった本も大事、あの出てきましたけど、もちろん大事なんですよ。ただ、自分の伝えたいこと、を思っていることをいかに伝えるのかっていうことと合わせて、相手が思っていること、考えていることも言語化して理解をしなきゃいけないということですね。だんでただ伝えるではなくて、理解をするためにその言語化して,おくしていくっていうことも営業には求められるということですね。これがポイントの1個目。 で,すで次2つ目がお客さんで話をさせてもらったんですけどじゃお客さんに対して営業として力を高めるって何が必要かっていうとそれも共感力なんですよね。で,相手,かいで,で相手の気持ちが分かるためには一番手っ取り早い方法って何かっていうと相手と同じ状況やあの立場になること。 なんですよ。営業がなかなか売れないような状況になってしまっているのは自分が経験や体験をしていないものを頑張って売ってるからっていうケースって実は多くてですね。例えば私が営業を過去にしていた、まあ、今も代行させてもらってますけど採用ツールとかですね、新卒1年目とか2年目の子とかがガンガン売りに行くわけですよ。 で新卒1年目2年目の子たちが採用ツールなかなか売れない理由っていうのは自分が採用担当者の経験がなかったりとか転職とか派,派遣とかで働いいた経験がないわけですよで就職活動って何就職する働くって何かって言ったらあくまで自分が学生時代の就活の知識しか持ってない中で転職とか派遣とかアルバイトパートみたいなことも全部自分で考えなきゃいけないと。 なで実体験は伴ってないんだけど仕組みや制度やツールは知ってるから頑張って売ってるみたいなことが起こるから共感がないまま相手のことがなんよくわからないまま頑張って営業していいのでお客さんが本当に求めているものは自分のまた言語化できないですしそれをちゃんと解決するって提案にもつながっていかないということですねなので自分がお客さんの気持ちを分かって共感して理解をしてあげるためには一番早い方法はお客さんと同じ経験や体験を積むこと。 なわけですねただ全てが全てその経験や体験を積むことが難しいのでじゃあ何をするのかたくさんのお客さんに過去何があったかとかどういう経験をしてきたかみたいな話を聞くんですよ。 なので、それは本を読むとかも同じでしたね。要は、自分は経験できないけれども、人が経験したものを疑似体験させてもらうみたいなコミュニケーションを取っていかなきゃいけないので、要はいろんな場面やいろんな状況に身を自分が置いたつもりになって、その時自分はどう感じるのか、相手はどう感じたのか、そこのズレをしっかり埋めていく。それが共感が生まれるということなので、そこを意識いただく必要がありますよと。で,でも、簡単な言葉でいけば、相手の気持ちがわかると。 いうことでですねで共感能力を高めておかないと結局お客さんも自分の話聞いてくれないんですよ。要は自分のことを分かってくれる人とお客さん、まあ、人は話がしたいので自分のことをなかなか分かってくれない自分の考えていることを言ったとしても結局はただ営業が売りたいだけで自分の意見をバン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 言ってくるだけみたいな人と関わりたくないんですよね。なんでお客さんとしては自分の気持ちをちゃんと分かってくれて自分の考えていることをちゃんと分かっている人とコミュニケーションが取りたいので。 お客さんの立場、お客さんという目線で見たときには相手の気持ちが分かる力、共感力が必要になってくるというのが必要な力の2つ目になります。で最後、3つ目が単純なんですけど、商材を好きになる力ですよ。結局、ですね、あのこれ以前ちょっとツイッターでも書かせてもらったんですけど、上司が部下にたくさん売ってほしいと売らせたいと思ったときにいけなないいいここととは営業スキルを高めることじゃないんですよ。いかにその商材を心底好きにさせるかという方が重要で、好きなものは売れるんですよ。 ただ、商材を好きにさせてないがためにな、なんとかして売る方法とか、売るテクニックで売ろうとするから、営業は売れなくなっていくし、売れたとしても不毛感を感じてしまうんですよね。なので、営業として成長させたい、もっと売ってもらいたい、売らせたいと思ったときに、いかにその商材、自分が扱,って扱わせる商材を好きにさせるかっていうのはすごく重要で、それは一営業の目線で見た時ときでも全く同じです。いかにその商材に惚れ込むか、好きになるか。 で,す、ね、でお客さんたちまでもそうですよ結局営業が自分の目標達成とかあの評価とか報酬のために売ってくるのと自分が好きだから売ってくるどっちの営業を信じますかって言ったらやっぱり営業が自分が好きなもの自信を持っているものを勧めてくれる人の方は信じるのは当たり前なんですよね。なんで営業として大事なことっていうのは自分の考えとか相手が思っていることを言語化していく力と相手の気持ちが分かる共感力とあとは自分が心底自分が扱っている商材を好きになる。 この3つを持っていないと、やっぱり営業としてはなかなか成果が出ませんよということですね。で今日のテーマは、営業に大切な3つの力をお話しさせてもらったんですけど言語化する力、共感をする力、商材に惚れ込む力、この3つが必要で、これが1つでも欠けてしまうと、営業の歯車っていうのは回らなくなってしまうということをぜひご理解いただいて、ですね、自身との営業、向き合っていただきたいなというところが今日お伝えしたい内容でございました。言語化、共感。 商材を好きになら惚れ込むというこの道ですね。ぜひ意識いただいて、今自分に何が足らないのか、足りてないものがあれば、ぜひそこを補っていただく努力をしていただきたいなというところが今日お伝えしたい内容でございました。えー、今日の動画が参考になった勉強になったなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、ポちッと押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。